GTX セマウル号に乗っております。結構ね、席もね、座り心地が良くてね、ちょっとあのピッチはね、それは無分派に比べたらちょっと狭いかもしれないんですけど、で、Wi-Fi も使えるしね、そんなにこう、悪い列車じゃないではないかなというふうに思います。車用の低いホームから乗降することもあってか、やっぱりこのハイレクラタイプといいますか、階段があるのはどうしても仕方がないことだと思います。あのオレンジの実は柿なんですかね。柿の木がなんかたくさんありますね。この辺りはまだ紅葉にはちょっと早いようでございます。もうちょっとするともうちょっとこう山が色づいてくるんじゃないかなと思うんですけども、そして、川と今並走して、釜山の方へ下っていっております。今回はね、トンテク駅で KTX 高速線に乗り換えずにね、そのまま ITX 迫るんで釜山の方へ、向かっております。まあ、せっかくなんでね、このまま乗り通してみようということでね、大して、時間も変わらないんじゃないかな。それは KTX の方が早いんでしょうけども、 ITX 狭うんでも、トンテクからプサンまで確か50分1時間かからない50分ぐらいで確か行ったと思いますんで、そうだったら別にもう乗り換える手間も省けますし、また乗り換えになるとね、駅でちょっと待たないといけないはずも置けないですからね、ただそのまま乗っておこうということで、このままプサン駅へ向かっております。続く農村地帯といったところなんでしょうか。ビニールハウスがね、ずらーっとこう並んでいるのを今ご覧いただいておりますけれども、こう日本でもね、こんな感じのこう田舎の方に行くとこういった風景が見られるのではないですかね。以前に私、その KTX の料金が違うのは停車駅がどうのというふうにお話ししてたんですけど、まあ、あれ字幕つけてましたけれども、実際にはその途中から在来線を走る KTX があって、それはちょっと料金が安くなるということなんですね。それで、じゃあどこ走るのかで、まあ、ここもね、KTX が走るところでありまして、ちょうどこう総武から来ますとね、マサンの方に行くような KTX であったり、釜山に行く KTX もあるんですけれども、トンテクまではちょっと高速線に行きまして、トンテクからはこちらの在来線の方に降りてきて、走っていくということでね、途中から分岐するのかな、釜山に行くやつはですね、釜山の方に行くこの、ね、線路からちょっと分岐しまして釜山の方に向かうもので、まさに行く列車はもうこの在来線の線路を通らないともう行けないということで、全ての列車がね、この在来線の線を通るということでございます。ですからね、先ほどもね、トンテクの駅を出てすぐね、待機線に入ったんですね。駅に停車したんですけど、待機線に入りまして、そしたらね、KTX が横をスーッとこう追い抜いていきましたね。
な KTX がちょうど通過してきました。私先ほどね、トンテクからプサンまでこの在来線の ITX 線まで50分とか言ってたんですよね。そんなはずはないですね。すみません、大変失礼いたしました。もうちょっとかかりますね、当然。海からプサンで確か2時間ぐらいかかったはずなんで、そうですね、やっぱり1時間以上はかかりますね。そして今向こうにこう線路がずっと遠くに、分岐していってるのがお分かりいただけると思うんですけども、あちらがそのマサンの方面に行く線路でございます。ここでね、ちょうどこう分岐していくようですね。向こうの下り線も向こうの方へ行ってまいりました。そして向こうからもこう、また線路が合流するということで、こっちは1本、上り下りを共用してるんですね。生徒が1本しかこっちには来ませんでしたけれども、そのような形で、マサン方面へと分岐しているのであります。あれはスマール号の客車が置いてありますね。あれ結構ね、中ひどいんですよね。あれ結構私好きだったんですけど、もうなくなっちゃったっていうか、えらい長く置いてありますね。何両置いてあったのか、後で数えてみましょう。あれ結構好きだったんですけどね、もうなくなっちゃったというかね、この京都線からはなくなっちゃったんですけどね、まだ他のところでね、走ってるみたいでね、だから、そういうところに行けば乗れるみたいなんですけどね、残念ながらも京都線では乗れないということですね。終点の釜山行きに到着します。ね、なんか電光掲示板見てましたらね、釜山行きの下、我々のこの ITX 線マークの次にね、プジョン行きの無群ファ号なんていうのが書いてありましてね、ここを経由してこうプジョンまで、行く列車もあるんですね。釜山とプジョンはね、一直線上ではなくてね、途中で分岐しますから、釜山へ行く途中でね、とか東の方にこう線路が分かれていくんだと思います。トンテクからね、こう回ってくるプジョン行きっていうのはね、ここじゃなくてね、そのだから東側のね、もうちょっと東寄りの線を通って、行くんですけれどもね、この線、京都線経由でプジョンまで行く列車っていうのもね、少なからず設定されているようですね。で、逆にですね、逆にと言ったんですけど、釜山から出て、プジョンを経由してトンテク方面に行くっていう列車はね、ちょっと探したんですけど、見つからなかったんですね。
これだったらね、ちょっと便利かなと思ったんですよね。ピンと言いますかね、やっぱそのこう プサンからその九州とかね、あっちの方向へ観光に行く場合に、やっぱプサンからだったら直通列車があったとか便利なんじゃないかなと思うんですけどね。どうもないみたいなんでね、そっちの方に行く列車に乗るんだったらね、あのプジョンまで行かないといけないみたいですね。でプジョンまで行くのはね、じゃあ、釜山からではね、このコレールで直通列車がありませんからね、あの地下鉄とかね、タクシーとかバスで行かないといけないわけですね。車両基地なんですかね。なんかいっぱい列車が車両が置いてありますね。こうボロボロになった機関車なんて置いてありますね。とね、九州方向からのね、あれはちょっと見えなかったんですけど、今こっち側から、線路がやってまいりました。これが九州方向から来る線路なのかな。これかもしれないですね。今ずっとぐるっと向こうに曲がっていった線路がありましたけど、あれは違うかな、港の方に行く線路ですかね。もうなんか港が、もうこっち側港が見えてくるような感じですかね。あ、これは身に覚えがあるような感じがしますね。これもうそろそろ多分ね、見えてまいりますね。地下からもこう KTX と高速線が上がってくるような地点だと思います。あ、これですね。これ今一般車なんですけれども、まあ、ご覧いただいてもらうと分かるんですけれども、これね、ずっとね、これ半分、ずっとこれ今右の方向を座席が向いてると思いますけれども、ちょうどこれ真ん中ですね。真ん中でね、このような感じでこう真ん中にテーブルがあってね、でこっからこっちはね、全部反対向いてるんですね。そしてこの椅子はね、もう移動しない、移動回転できないんでね、まあ、ちょっとね、まあ、こういうような車両が KTX でございます。あのね、この前その SRT とか、KTX 三丁に乗った時にも分かったんですけどね、まあ、三丁はまだマシだったんですけど、結構ね、車体の幅が狭いんですよね、この KTX。ですからね、もしこの KTX の車両の方に、ね、乗られることになった場合はね、一般席よりもね、ちょっと、特質の方に乗られることをお勧めします。日本の、ね、新幹線のグリーン車みたいに、ね、そんな高い料金を取るわけではございませんのでね、今ちょっとこう小出し、手出しすれば乗れる程度の料金でございますから、ぜひともね、そういうところではちょっと、お金を使って、いい席と言いますかね、本当に普通席だとね、ちょっと窮屈なんですよね。前後の間隔も狭いんでね、ですからちょっとそういうことを私から、ちょっと提案をさせていただきます。なんか先週来た時はこんな風になってなかったと思うんですけどね、このなんかこう工事が入ってますね。さらにこのもうちょっと向こうの方まではね、なんかステージなんかできてて、こうなんか中国のなんかいろいろこう催し物をやってましたけども、なんか1週間前と違ってなんかえらい、殺伐としているような駅前でございます。時刻はただいまの4時を回ったところでございます。ちょっとね、肌寒いですね。先週の金曜日来た時はね、もうちょっと昼でまだ日が高い時期だ、時間だったんで、もうちょっとこう暖かかったんですけどね、先週の金曜日は私今この時間何をしていたかと言いますとですね、バスに乗ってこうすごい風と戦いながらこういろんなところを見て回ってたわけでございます。はい、ということでね、無事に、申請して新しく作ってもらったパスポートを受け取ることができましたんでね、これからまたちょっと行きたいところがありますので、地下鉄に乗って、まずは九条駅の方へ参りたいと思います。
っぱね、ちょっとまた大きな切符の券売機があったんで、そっちで買ってみたんですけどね、そしたらね、なんかこんな紙の切符が出てきましたね。珍しいとこちょっと初めてなんですけどね、まあこれはこれで、いいでしょう。1号線ホームに降りてきたんですけどね、右側通行なんですよね、ホームが、まあ、ホームじゃねえや、列車がね、確かでも他の今まで乗った地下鉄は全部左側通行だったと思うんですけどね、右側通行なんですね。この地下鉄だけなのかな、ちょっとよく知らないですけど、さて地下鉄で、プジョン駅へやってきました。結構ね、上出てもね、上出たらね、賑やかなんですよね、うん、お店がね、こうね、果物を売ってるお店がこう並んでたりとかね、あと周りもね、こうまあ路中が多いのはいつものことなんですけど、あれはなんか搬入をやってるんですかね、面白いなんかエレベーターみたいなやつを使ってやってますけれども、日本だったら危なくて絶対やらなさそうな方法ですけど、なんかもう効率は良さそうなんですかね、でも大変面白いですね。日もだいぶ傾いてきまして、さらにちょっと肌寒くなってきたんですけれども、このように、プジョンの市街は相変わらず賑やかな状態です。そして正面に、見えてきたのが、これが、クレールのプジョン駅でございます。ここからまたちょっと列車に乗りまして、また別のところへ向かうわけでございます。プジョンマーケットタウンガイドなんていう大きな看板があるんですけどね、結構なんかまとまって賑やかそうですね。こんな中心おかず通り、なんか夜食おかず通りなんか書いてますけど、もう食べ歩きをしてくださいと言わんばかりの商店街というか店の配置なのではないですかね。これは、夜なんかね、ここでこう食べ歩きながらしてると結構面白そうですね。プジョン駅でございます。この駅、ね、ポジションとしては、ね、結構重要といいますか、東京でいうと上野駅的なポジションになるのではないかなと思います。結構、ね、この駅から始発とする列車も、ね、多くて、ここから、ね、釜山方面に行く、釜山じゃない失礼しました、ソウル方面に行く夜行列車なんかも、ね、出てるみたいですね。奥では夕日が綺麗なプジョン駅でございます。これね、ここ普通のコレールとね、地下鉄といいますか、この広域電車なんていうんですかね、絵がね、発着してるはずなんですけどね、こうパッとこう今まで見たところですね、普通のコレールの駅と一緒でね、改札がないんですよね。でも改札がなくて普通の広域電車なんか乗れるわけがないなと思ってましたらね、ここにあるんですね。ここから先、ここがね、1,2,3,4,5、ここがね、トンヘラインというふうに、まあ、3、4はバツって書いてますけど、トンヘラインということで、こっちがね、その広域電車の方の乗り場ということで、これからそちらの方へ、乗車するわけであります。切符買ったらね、今度はね、こんな硬貨、コインみたいなね、丸いやつが出てきました。何なんですかね、ここでなんか買うたび違うものが出てきてね、大変面白いんですけれどもね、ただいまの時間が、もうすぐ17時になるところなんですけども、次の電車がね、17時20分ということで、20分ばかりちょっと時間があるようです。